お疲れ様です。ラットです。今日はこちら、スーパーカードドラフトやっていきます。さあ、こちらですね、チャレンジ限定で登場しました、今までのスーパーカードですね。はい、それがね、全種類集まったドラフトモードというわけで、早速ね、やっていこうと思います。チャレンジ限定キャラというわけで、まあなんか使ったことない人が多分多いんじゃないかなと思います。はい。まあそのチャレンジ限定キャラがですね、本当にイカれてて、ちょっとバカおもろいんで、ちょっとやってみてほしいんですけど、まあここのね、チャレンジャー定期的に変わるんですけど、一応シーズンチケットとかももらえて、で、もらったシーズンチケットはね、シャードとか、この辺のなんか欲しいやつに変えれますんで、まあなんか毎日数試合、まあ1、2試合かな、勝てば、はい。コスパよくね、カードとかも揃えれるんじゃないかなと、いうわけで、スーパーカードドラフトやっていきます。で、今までのスーパーカード何体あんのかはね、ちょっと分かってないんですけど、まあ、多分10体近くいるんですよね。はい。まあ、それ以外の、まあ、ドラフトはね、ちょっと今まで通りではある、普通なんですけど、まあ、その10体ぐらいで、はい。ちょっと何がいるかな。俺もね、半分ぐらい使ったことないんですよね。そう。これちょっと楽しみ。まあ、この辺は正直何だっていいか。エリージャイライトニング強そう。スーパーカードでマジで世界変わる際。やっぱ通常モードでは使えない、そのね、特殊チャレンジ限定なだけあって、アホ強いキャラいます。さあ、うわ！これやばいっす。一番左これ、スーパーマジックアーチャーかな。で、真ん中は、まあ、ロケットランチャーみたいな。で、右側は、まあ、なんかネクロの上位互換みたいな感じか。さあ、ちょっと俺のね、お気に入りが、早速来ちゃったんですけど、スーパーマジックアーチャーですね。はい。通常のマジックアーチャーはね、まあ貫通して、端からね、相手のタワーまで射抜いてダメージ与えることができるんですけど、そんな甘ったるい能力じゃないですよ。スーパーマジックアーチャーですからね。いやー、回ってこねえかなということに早く。相手のスーパーカードはちょっと何だったか覚えてないな。よいしょ。適当にね。一旦ラバ押さえてからね。よいしょ。さあ、こっからですよ。まあ、守りで使うのが強いかな。スーパーマジックアーチャーはね。え、こいつ5コスなんだ。5コスです。まあ、通常のマジアチ4なんで。そう考えて1コス上がってはいるんですけど、能力は異次元です。はい。能力はね、簡単に説明すると、メロメロメロでございます。はい。行きましょう。やばい、待って、やばい、ちょ、待って、だって、え、見てこれ。いや、もうなんか、やばいっしょ、これ。意味わかんないっしょ。いや、意味わかんない。待って。これ大丈夫。ごっちゃごちゃになってる。能力が、すべてが。これやばすぎるな。これやば、今のはね、カオスすぎた。カオスすぎたな。能力を知ってる人は、まあ理解できると思うんですけど、まあ知らない人のために一応軽く説明しておくと、マジックアーチャーは、まあそのね、射抜いた相手を自分の味方にします。はい。敵ユニットが自分のユニットになるみたいな。相手のプリンセスタワーとかも自分のタワーみたいな。はい。キングタワーを攻撃してくれますっていう能力になりますね。めっちゃ強いの。本当に最強。もうハンコックなんですよ。壊れですね。で、ミニペッカも、その敵のスーパーミニペッカだったんですけど、あれ。火力が12万あります。はい。その敵に対してダメージ12万あります。はい。なんで、さっきのは、その、火力12万の何でもワンパンするミニペッカを味方にして、キングタワーをワンパンして破壊したっていうやつですね。で、今回俺、そのね、スーパーミニペッカ手に入れたんで、もうこいつで、相手のタワーワンパンするだけです。はい。火力12万。もうキングタワーとか余裕ですよ。5000とかしかねえぞ、あれ。余裕でワンパン。よいしょ。で、なんか途中ね、これ、パンケーキ落とすんですよ。パンケーキ食べたい。パンケーキ落として、食うんですよね。あ、待って、これまずい。ちょっと待って、やばい。冷静にまずくね？ちょっと待って、これ。こいつをワンパンしなきゃいけない、俺は。やばい！待って！熱っ！え？これ逆に？で、そう落とすからこその無限に回復するんですよ。自分でミニペッカ目の前に捨てて、自分で回復して回復して回復して、もうちょっと回復欲しかったなみたいな自己再生持ってます。はい。目の前にパンケーキ捨てて食ってパンケーキ捨てて食うっていう、ちょっとおもろいんですよねミニペッカ。しかも火力はバケモンインドラから、いやめっちゃいいやん。でもやばい、これマジックアーチャー来たらさ、ゴブシャイ帰ってくる。ちょっと待って、マジックアーチャーさグロいな。あれどうしよう、射程も多分普通に長いんだよな。ポイズンで溶けんのかな。おぶねえ、よく耐えた。え、これマジアチャー、これあれか、さっき俺がやったことをやられる可能性があるってことか。まあ、むずっ。でゴブリン咲いたんで、いやこれ右サイドにマジアチャー咲いてくれたらもう左にゴブジェイミニペでキングまでっていう未来あったんですけど、咲いてくれねえな。なんかちょっとうまそうな匂いしてんなこの相手。やべえ、どうしようこれ、負けそう。いや、まあ焦んな。一旦そうね、マジやばい。そのさ、なんでこっち来たのゴブジャイ、やばい。マジ本当にゴブジャイ。お前どこ行ってんだ。いや、まあいい限り許せるか。え、マジで勝てんのか。いや、あるよ、俺は諦めない。絶対勝ち筋はあるから来いよマジアチャー。来そう、これです。行くしかない俺は。いやでもなんか突破できんな。フェニックスこっち来てるし。フェニックスこっち来てるし、ちょ待って、マジやばい。しかもこれさ、味方同士で戦うやん。ちょ待って、これこれどうすりゃいいかな。やばい、モンバー本当にアホすぎる。俺だってそれ、いや耐えたぞ。やばい、待って、キングと喧嘩してる。お前何やってんの。ちょっと待って、いや強すぎだろ。いやミニペも異次元ベクトルなんですけど、マジックアーチャーグロすぎん。いやもう今回は、ミニペさっき使ったんで、このロケットか迫撃砲を使いたいね。ロケットはね、相手のユニット全てをワンパンしますさ。でも火力も1億みたいなもんでさ。タワーにはダメージ与えれないかな。そのユニットだけですね。はい。ミニペッカとかペッカとか何でもだ、ゴーレムとかワンパンできるんで、これで全部ワンパンでさえ、全部ワンパンかつしばいたやつをゴブリンに変えるっていう能力だった気がする。だから相手これゴーレムとか選んでくれたら、相手の8コスをもう5コスでしばけます。しかも結構範囲広かった気がするな。よいしょ。いや、いいんじゃない。ボイドもあんのか。おもろそうなデッキになったな。さあ、この呪いでね、呪いじゃねえ、パーティーロケットって言うんだこいつ。なんかマジで変なん来た。なんかこれ、あそこでも吹き矢ゴブリンだ。ちょ待って、やばい。はいや、ちょっと待って、多いし、なんかどういうこと。ちょっと待って、いや俺それさ見たことないんだよな。ちょっと待ってくれ。なんか小屋なんですけど、この防衛きついみたいなね。さあ5コスで全部ゴブリンワンパンです。よし。ちょ待ってな、あれ俺が攻撃したらさ、吹き矢攻撃してきた。いや普通にか。あー、なるほどね。クロスボウみたいな感じだな。で空にも攻撃できるクロスボウか。で壊れたら、なんだこれ、ギャングとオリーの中身のおっさんが出てくるのか。え、爆強くね。軟骨あれあれ軟骨や。え、中から出てくる量多くない ?4 コスのオリ4コスでない、4コスと3コスとでクロスでしょ。コスパ良すぎんマジでまずいか。俺のはゴブリンロケットか。なんか弱えな、急に。急になんか俺のこのカード弱く感じん？ちょっと待てよ。いや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 、まあまあ。まあまあまあですよ。なんでもね。いや、こういうことやね。やばい。え、打つまでそんな時間かかんだ。うわ、弱っ！やばい、これ。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。いやー、まあまあまあ、クロスだもんな。あ、でも、小屋、HP は少ねえわ。小屋だ、マジ。よしよしよし。やべえ、30秒か。いや、でも、ラム通せばいいんで。さすがにそれ嘘って言ってほしい。弱い弱い、何これ弱すぎる、全然。この小屋強っ。ちょ待って、吹き矢乗ってるよ吹き矢乗ってますやん。そんなのいいからゴブ小屋進化してこれにしてよ、もうえ、これもしかしてさ、あるような可能性。ゴブ小屋今ばっか弱いやん。あれ進化してこれになるとかない？え、初手から進化や。進化じゃない、なんだ、スーパーか。え、最強のミニペと最強のマジアチャと、さあ、それとね、張り合える、アーチャーです。いや、このアーチャーも、めっちゃ好きなんだよな、俺。どうしようかな。工場とかにして。よいしょ。え、ゴブ小屋マジで、進化して、さっきのみたいななんねえかななっても許せるんだけど、弱すぎてね。許してほしいな、なんなら。もう打倒まである。いやでも強すぎるか、あれ普通なんか意味わかんない。空にも攻撃できるクロスか。ちょっとなんかね、熱いけどな。まあ壊れた時にギャングと檻が出てくるぐらいだったら、まあ、ヘボいか。いや、でも小屋ちょっと強そうだったな、俺。小屋が強いのがさ、さっきの俺のゴブリンロケットだっけ、ゴブリンランチャーだっけ、パーティーロケットか。あれが弱いのか。まあ、なんか相手のデッキによってはね、すべてワンパンできるんで、強そうだったけど、あんま輝けなかった。なんかおもちゃみたいな。これあれか、馬場が飛んでくんだ。迫撃砲から馬場がね、嘘みたいなね。でも最近進化したら中からゴブリン出てくるし、まあそういうこともあんのか。なんか絵がおもろいな、イラストが。迫撃砲おもちゃみたいな、本当に。でこのアーチャーはね、強いですよ。竜巻、ほいほいっつって相手をね、超ノックバックします。いや、なんかやられちゃったな。いやマジで強いんだよな、こいつ。俺の中ではホグとかもうバルーンとかね、絶対タワーに届かないんですよ。しかも3コスなんで、だからもう一生セパレートして相手のユニットね、こっちに近づけないみたいなこともできるんですけど、固めた方がいいのかな、もしかして。やばい、これ普通になんか反撃もだるいな。ババがババがマスケで飛んできたらマスケいかれる。オッケー、耐えた。まずい、これでかい。さあ、進化アーチャーはいつ働きますかって話なんだよな。いやマジゴルとかベッカとかさ、そういうのが来たらすげえ刺さるんですけど、迫撃砲とかノックバックしないからな、意味ねえんだよ。スーパーアーチャーね、来いよ。何あれ、ママーンや。イザーラもいたしな。やべ、当たんねえ。やらねえも悪い。やれ、オッケー。まあまあまあ。いや、アーチこれ出すか。いっぱい出したらさすがに強い気がする。よし。吹き飛ばせー。いや、飛ばしすぎではあるけどな。いや、これすごいな、なんか。え？めっちゃ頑張ってるやん。え？すごっ！なんか残ってるしな、あっちゃん。いや、これすごいんだよな、本当に、その。うかつすぎるけどな。あっちゃん、これ。ノックバックやばくね？セバレーとしとけばいいんだよ、なんかもう。かわいそうなことなってもんね。後ろ向け。え、ハイボ耐えた。やばっ。まハイボ耐えんので、これさ、どうせアーチャーが勝つでしょ。英雄の入ってみたいな。ノックバックグロ。スーパーアーチャーです、これが。いや、アーチャーも超好きなんですよね、俺。明らかに強すぎんだよな。50人を目指すクラン。皆さんぜひ50人目指してあげてください、一緒に。まあこの辺は何だっていい。来い。いいカード来い。おいさあ。うわ、相手にスーパーマジックアーチャーいるわ。あ、でもライトニングで、処せそう。いや、アーチャーは使いたい。アーチャーマジ最強なんですけど、これネクロ使ってないよな。ネクロやろうぜ。わ、ゴレライトニング普通に強そう。バレルでもいいか。なんかデッキがいいね。え、もう一体ネクロいけるわ。え、ネクネク？もしかして私、ネクネク？いや、ベビにしよう。緑色に惹かれちゃった。さあ、こちら、スーパーネクロマンサーか？スーパーネクロはね、ダクネの能力も持ってるし、マザーネクロの能力も持ってるし、まあ、通常ネクロの能力も持ってますよというね、トリプルネクロが合わさってます。なので通常時はスケルトンも生むしコウモリも生みます。でかつ倒した相手も無駄にしちゃうっていうね、贅沢能力でさえ6コスね。これぐらいならなんかちょうど良さそうな。さすがに強いのかな。お、皆さんぜひ50人一緒に目指してあげてください。え、相手の呪文なんだったっけ。一人ぼっちになっちまうぞおい。そんなんじゃ一旦出すか。さあ最初なんだ、スケを生むんかコウモリ生むんか。さあスケを生む。ここは通常ネクロからのコウモリ生むけどねみたいな。コウモリ産むが、あ、でもこれが舞台になるがみたいなね。え、ちょっとおもろい。なんか程よいな。今までのマジックアーチャーとかと比べるとまあ全然マシか。やばいやばい、これ本当にやばい、これマジやばい。直線になってる全員がバカ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 やばい。おお、やばい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 、やめて。おかしいだろお前、味方だって。冷静になれよ。しかもなんか能力かかってる時間ちょっと長いんだよな。いやマジめちゃめちゃ強すぎんだけど、いい加減に。やべやべ。いやでもこれ豚にしちゃうぞ。しかもネクロでこれ範囲攻撃でしな。範囲かな、いや単体なのか。そこはスーパーマジアちゃんを2秒で処します。はい、ごめんなプリンス、一瞬だけだぞ。冷静なで考える時間は与えようとしたのに何やってんだ。いや強っ。普通にプリンスが強いっていう話。まあスーパーネクロ、まあまあまあ、なんか通常モードであってもギリ許せそうな性能してんなこいつギリ許せそうだな、こんぐらいの能力は。さっきはここにおっまさかのびっくりドッキリカトゥーン。さあ50人ぜひはい、興味があれば。まあネクロ、まあなんかちょうどいい能力だな急にスーパーユニットの中でもなんかまともだったな。なんかもっとおもれえのねえかな。え、なんか強そうなデッキ来てる。マジやっちゃ取るね。え、来た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 、こやこれよ、これ俺は使いたかったね。親衛隊とか小屋という名のクロスね。空にも攻撃できるのマジでいいの。しかも攻撃なんか吹き矢だかんさあ、え、いっちゃっていいっすかこれ。え、しかも5コスなんや。俺に小屋使わせたらね、パーティー小屋ね、どうなるか。よいしょ、いってらっしゃい。まずあの吹き矢を仕留めて、あ、クエがまずい。普通に小屋だから、ああ、いや、ああ、でも強くね冷静にさ、強いよな。小屋にクエイク足して、あれ、ウッド打ってもなんかあのマッスルを対応しないといけないみたいな。全然冷静に強いか、5コス。うわ、マジで、次、ゴブ小屋進化してさ、このパーティー小屋になってくんねえかな。なんと今回はですね、皆さんも見たことがありますパーティー小屋です。はい、まさかの次の進化カードはパーティー小屋になります。わあ、幸せだな愛用してやるマジで。なんでかな、空にも攻撃できるのでかすぎるけどな。吹き矢だし、なんか可愛いしで、この出てきたのにもウッド打たれてもマッスルが残ると。え、バカ強くないで、まあ、10チャで射抜いたりもできますよと。このパーティー小屋もすげえ強えな。なんか一つデメリットを挙げるとするならば、もし相手がマジックアーチャーを持ってた場合、スーパーねその俺が出したさパーティー小屋が多分こっち向いてプリンセスタワー攻撃しちゃうんだろうなっていう恐ろしいなんか考えも思い浮かんだんですけど、いや多分そうなんな。で、壊れて出てくるゴブリンたちもこっち襲ってくるみたいな最悪のケースもちょっとありそうすぎてね。いやマジそのエイムが悪いどころじゃない終わってる。うわ、出た、あのパンケーキを自ら捨ててくミニペッカ。これマジやばい。待って、ワンパンなんですよ。危ない、これ殴られたら本当にキングいかれる。マジ怖い、パンケーキが落ちてる。よしよし、まあ一旦ね、一旦耐えまして。ミニペはさすがにね気をつけなきゃいけない。ワンパンなんだよ。からのここの辺のパーティー小屋だからちょっとうざくなる。ロイジャイ出してもさすぐ殴られるよあんたいや防衛、僕だって防衛弱いで有名じゃないって。オンボロな小屋でやばい。これミニペだけマジで怖いけど、さすがに。いやこれ待って、パンケーキさ落としすぎじゃねパンケーキ食べたすぎんだろ。いや、ここに置いといてもいいのか、だから。で、吹き矢か。え、なんかちょっとまずくなってきたな、流れが。マジでまずくなってきた。いやー、さすがに。いや、親衛隊が熱すぎるな。いや、マジで怖い。え、なんかほったらかしてたらさ、おぶのこれ軽く12万ですからね。軽く12万意味わかんねえ意味わかんなすぎるよな。何12万って聞いたことねえ。さあ他ない他ない他、おい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 、いいじゃないですか。ラバーのアイスゴーレムもねおもろいんですけど、なんかあんま強くないんだよな。なんか壊れた瞬間に、倒された瞬間にもう敵陣地全体かな、自分の陣地もかな、わかんない。敵陣地全体凍らせるんですよ。もう吹雪白でさえ最強ですね。まあキングタワーとかも凍っちゃうんで、まあ、敵全体をフリーズはしてくれるんですけど、まあ、ちょっとこっちにもデメリットがあるっていう。しかもなんか4コスぐらいなんだよな。だからなんかアイスゴーレムは正直このスーパーユニットドラフト最弱まであります。はい。なんで、おすすめはしません。まあ、おもろくはあるんですけど、はい、弱いです。さあ、スーパーラバー。どんなんだったっけな？あんま覚えてないんだよな。なんか、すごかったことだけは覚えてる。8コスだしな。8コスってやばいな。しかもちょっとでけんだよな。背中が。頼もしい背中してる。やだな。相手のマジアチうめえな。あ、でもタワーには入ってねえんだ。入ったのダイナマイトか。じゃあ手札回ししようかな。よし、行くか。8コスか。まあ出した瞬間だいぶピンチにはなるんですけど。うい。ふふふふ。まあ、ラバ対ゴレ普通の大型対決ではあるか。わ、でけえ背中分厚くなったなラバ、まあ、え、待って、やばい。いや、これはね一斉にしばかないといけない。よし、ちょ、マジでそのなんかすごい、なんかゴーレムすごいとこまで行ってるよ。今オッキーだよね。6ゲームってえ、通常のマジアちゃんも、あ、そういうこと。ダブルマジアちゃん頼む、頑張ってくれセミ、セミ頑張ってくれ。いやマジ普通のラバすぎる。何これ今んところ普通のラバすぎて、なんかあれだな。え、待って、やばっ、何これ爆破鍋か、そんなのあったな。え、今のやば。どんぐらい火力あんのかわかんないけど。あら、待って。スーパーマジックアーチャーで敵になったらば。あら、味方になった。やばい、でも敵になった。何かどうしよう。ちょっと待って。やばい、あいつ。敵になったり、味方になったり。ちょ、マンチ、マンシャチ続きさ。ちょ、待って。対処すんのむずー。こいつ。ちょ、マジ、ほんとに。やばい。マジやばい。これ。やばい。ちょっと待って、すごい、すごいこと起きてる。嘘やん。俺、こっから負けんのか。いやいやいや。ちょ、マジでやばい。え、ちょ、マジで負けそう。待って、何これ。嘘。ちょ、待って。マジで焦んなよ。ちょ、あいつだけさ、マジでどうしよう。うざっ。ちょ、待って、マジうざい。ちょ、マジやばい、これ。何これ。マジやばい。誰が勝てんの、これ。うまい、ほんとに。ちょ、マジやばい。ちょ、マジ吹けよ。やばい。ちょ、マジやばい。やだ。スーパーラバー、そう、味方なんだよ。ちょ、マジ耐えれる。オッケー、フェニー。熱い。しかもラバーこれ破裂したらさ、爆破で。おい、アーチャーぶっ飛んで。よし。そうか。なんだこれ。強すぎんだろ。スーパーマジックアーチャー。ポイズンでも解けないしな。え、怖っ。でもスーパーラバも超強かったぞ。普通にぶっ壊れぶっ壊れどころじゃない、イカれか。え、スーパーラバもいいな。いや、スーパーラバもいいんですけど、そのスーパーマジックアーチャーが強すぎてなんかへぼく感じちゃうな。いや、マジで強いんだよな、でも。いや、おもろそう、来い。うわー、え、出た。トリオ。これさ、3体いんのかな？使ったことないんだよな。ナナコス、ウィザード、エレクトロウィザード、アイスおじさん。そのまま3体出てくんのかな？なんかネクロみたいな感じで1体がね、3種の能力持ってんのかな？7コスト。来た！これね。え、待って！かわいい！なにこれ！すごい！うわい！やばっこれ！かっこよ！めっちゃかっこいいやん。かっこいいけどなんかあんま強くねえか。ちょっと待って、3種類出てくんのか。え、バカかっこよくない？今の。ミニペッカは本当に危ないんでね。え、エリジャイワンパンされるやん、あれに。ダメやん。え、3種類横並びに出てくんのか。しかも召喚時のアイスイズの氷と、ね、エレキのスタンもあるっぽかったんで、今。え、めっちゃいいやん、これ。この絵が可愛いな、これ。ウィザードトリオ。そのまんまなんやな。これ7コスか。これ7コスなん？本当に？まあ、相手にマジックアーチャーいたら全員俺の方を襲ってくるやん。こいつら。え、セパしたらさ。うい！いや、マジ召喚時かっこよすぎん？かっこいいけど別になんかアイスイーズ単体で行ったところでみたいなね。あれ、ちょっとまずいんだよ。そう、普通にこのミニペに全員ボコボコにされていくっていうの。頑張れ頑張れ頑張れ。やばい、行った方がいいけど、エリババもいてさ、スーパーミニペッカもいるってなると、エレジャイ、まずいな。え、このエレジャイ、やばい。マジやばい。いや、まあ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 。トリオいますから、うちには。いや、耐えはできるんですけど、問題攻めれない。いや、かっこよ。マジかっこいいだけではある。今んとこ。簡単に処理されちゃうもんな。いや、これトレネでキング起動とか思ったんですけど、キング折れるっす。そういえば。やばい、マジこれやばい。本当にターン折れるのやばい、これで。マジやばい、これ。ほんと嘘。ちょ、マジ危なっ。やばいやばい。ガチやばい。許容するしかないか。エレジャイミスったか。いや、俺は勝ち筋をね、こっから見つけんねん。まず、トリオ。いや、からの行きたいな、これ。エリババ来るが、やばいよすぎる。それマシャシャで射抜いて稼ぐ。熱い。いや、マジであるぞ。うわ、めっちゃいい位置のマスケだな。いや、マジであるぞ。やばい、そのウッド良すぎる。やばい。トリオ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 。何を生き残らすのがいいんだろう。トリオ、いや、かっこよすぎるわ、マジで。こいつらなんなん。かっこいいだけで悪いが。いや、これスーパーミニペッカにさ、ワンパンされるのは防げないから。いや、待って、おしゃれすぎる、これ。いや、熱っ。待って、やばい、本当に許して。やばい、ごめん、マジで怖くなってきた。トリオ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 。トリオ大事。こいつらいないとね、止まんない。ちょ、マジで怖い。パンケーキ食いすぎ。おめえデブになるぞ。やばい、マジで。待って、やばい。お、もう本当に、え、デブになるんですよ。いや自己回帰やばっ。ミニペイかれてんな。いやトリオちょっとおもろかったな。いや勝てたな。なんか最後待ち合いしたらいないともよかったけど、くーミニペイアーチャーにね寄せとけばよかったな。悔やまれるな今の。ホグライダー来たぞ。ホグこれどんなホグだったっけな。今でも相手にアーチャーいたんすよね。ホグか。なんか結構いいデッキできそう。フリーズライトニングフリーズにしちゃおう。サンタホグね。なんかプレゼントを落とすんだったイメージあるっすわ。いや結構いいデッキができてる。面白そうなホグフリーズ。そうプレゼントを落とすんすよ。でそのプレゼントの中身がいっぱいあるみたいな感じだった気がします、俺の記憶。5コスか。まあ許容でいいでしょう。まあ、行っちゃおうかな。こんにちは。さあ何が落ちたんだん。あ、これあれか。なんかクローンっぽかったけど、今のは透明化っすわ。そうだ。多分、ゴースト的な能力を落とします。多分、いや今のねマジ無敵状態みたいなもんっすわ。ダメージ受けんのかな呪文とかで。透明になってるだけなのか無敵状態なのか分かんないんですけど、スター拾ってるみたいな。マジちょっとまずい。バーバリアンがすげえ飛んでくる。バーバリアン飛んでくるのなんかマジいなこれ。やべロケコ生きて。いやバーバリアめっちゃ飛んでくる。やばい待ってマジやばい。ちょっと厄介。なんか飛んでくる量多いし。いやーまあ耐えか。禁忌されてんのか。でもレイジも落とすと思うんですよね。レイジだったりクローンだったり今みたいな透明化ね。透明化熱いな。透明化からの透明化が解除される瞬間にフリーズ。来ました。勝ちへのねロードがどうしようこれ後ろからどうしようマジごめんロケコ一瞬すぎる。一発撃ってお願い。よし来た。もうさすがに行くっしょこんなんからの。何落とす？いいもん落として。何これ何これ何落としたお前は。ヒールも落とすん。消されたのにゲームからゲームから消されたヒール落としたけど円でかかったけどみたいな。あんま回復しなかったなこれ。ライドラショッパー。いやゴリあーめっちゃいい防迫きた。やばいな。フリーズして来た。透明化無敵状態なのか透明化なのか分からんがまあいい。待ってホグライダーすごっすごすぎすごいあいつ。待ってどういうことすごすぎる今の突破することある。多分透明化とかだったんかな。透明化ヒール透明化リーチ透明化みたいな。さあサンタホグねこいつもなんか夢つかめそうな。おもろいな。というわけでスーパーカードドラフトをね今日はちょっとやってみたんですけど、いやなんかめっちゃいたわ、ね、見たことねえようなトリオとかいたしぶっ壊れのマジアチェアーチャーとかね、それこそホグミニペなんかあとは普通なネクロとか普段使えねえようなね、ちょっとこれカードあっておもろかったんで、皆さんも良ければね、これスーパーカードドラフトやってみてください。ぜひチャンネル登録、高評価もお願いします。では、おしたまなに。